決算速報ということでエネオスやっていきたいと思います。本日13時に決算発表しているんですけれども、今期最終利益を58%下方修正を発表しております。なんですけれども、この銘柄持ってる人ってもうほとんどは配当狙いだと思うんですけど、みんな大好き配当金に関しては、減配はなしと。基本的に58%も下方修正したら、配当金も一緒に減配するんですけど、そういうことはね、してませんよと。配当金は出しますよということでございます。で、実績第3クォーターでしたけれども、売上高35.9%。 プラス最終利益は1527億円の赤字となっております。こちらの決算を受けまして13時の値動きですね、ドドーと株価下落してますけれども、終わり値で2.29%と、そこまですごい下落してるわけではないですね。チャート的にはこちらのようでもう基本的にずっと横ばいですね。まあ、どちらかというと、この2022年の6月ぐらいですね。まあ、この辺が逆にこう盛り上がりすぎたというか、そういうようなイメージですね。ちょっと そう異常に稼ぎすぎすすちゃったったていうねねそんな印象です、ね、決算説明資料の方ですけれども4ページ目開いていただきたいんですけれども決算サマリーですね何がどうなってるんですかということで一番影響を利益面で受けているのはエネルギー事業ですねで全体感としては営業利益5301億円で今回は2498億円ということで2803億円去年に比べて利益が減ってますっていうことですねで在庫影響を除いた営業利益で エネルギー事業が1202億円去年より減ってますとで去年が439億円の黒字だったんですけど今回ですね今年の第3クォーター累計で763億円のマイナス赤字ですよということですねで石油天然ガス開発事業では240億円プラスということで956億円の着地ですねで金属事業に関しては58億マイナスということで去年と今年であんまり変わらないですねほぼほぼ横ばいぐらいで 着地しておりますこれ見ていただいた通りエネルギー事業の減益っていうところが一番大きな要因になるんですけれどもなんでエネルギー事業を減益してるんですかっていうことに関して油の価格が下落してますってことですね下落してますっていうか逆にロシアウクライナの影響で異常だったっていうねこれまでがまあそういった方が正しいかなと思うんですけどその水準元の水準に戻ってきてるっていうね、えー、そういう感じですね この利益で見るとすごいわかりやすいんですけど、2021年の営業利益が年間で2541億で、去年営業利益7859億って、もうぶっちぎりでめちゃくちゃ儲かってたんで、これちなみに過去最高益ですね。で、今年が3200億ぐらいじゃないかってことなんで、2021年に比べれば全然多いっていうことなんで、ちょっとね、去年が、うん、稼ぎすぎちゃったなっていう、そんなイメージですね。 で皆さんが気にしているであろう配当金ですね。結局これが減配しなければ OK と思っている人たくさんいると思うんですけれども、株主還元の考え方はここに記述されているので、この銘柄配当狙いで持っている人はやっぱこれすごい重要になってくるんですね。還元方針。まあ、会社がどういうことを考えているかっていうスライドがそもそもあるかないかっていうのもすごい大事なんですけど、しっかり記載がありまして、配当金に関しては現状年間22円を下回らない配当水準ということなんで、 ここはやっぱり株主的にはすごい安心できる文言ですね。だから基本的には減配はないっていうことですね。で、総還元成功に関しては、在庫影響を除いた純利益の50%以上を出していく予定ですと。 いうことですね、2022年度の配当に関しては11円これもうすでに実績出してますので期末配当は11円の予想減配はないだから2020年2021年2022年は22円22円22円でそのままいきますよで自社株買いに関しても1000億円発表してましてこれもすでにもう取得済みですね2022年5月16日から2022年12月30日で実施してたんですけど発行済み株式総数に対して9.3%というね相当インパクトでかいですね9.3% めちゃくちゃ自社株買いやってますしかつ期間が割と短いです半年ぐらいで実際取得ベースで999億円なので、まあ、ほとんどねもう1000億円ぐらいやりましたってことでこの自社株買い発表したはいいけど1円も買ってないで終わるっていう 会社社もたただあるんで自社株が発表しかからいいいっていうかねこれ実際買ってくるかどうかってやっぱすごい大事で買わないパターンあるんですけどエニオスしっかり買ってきましたよということでねここは素晴らしいですねともかく配当狙いで持ってる人に関して知っておかないといけないのは総還元成功いわゆる自社株買いも含めですね配当と自社株買いで還元は在庫影響を除いた純利益50%以上ですとで配当金は基本的に下回らない方針でいきますよっていうねかなりね還元頑張ってるなっていう感じですね で、エネオスっていう株は結構複雑になってるんですけど、いろんなグローバル的なこれがこうだっていうね、価格の影響を受けるんですけど、ドバイ原油、銅、カワセレートですね。この3つがこうワチャワチャと動いて、結局のところ利益がこうなるっていう、だからすごい見通し立てにくいんですよね。カワセレートに関してはこうずっと円安方向になってて、エネオス的にはプラスだったんですけど、直近ではちょっと と円高方向になっているって感じですね。で、ドバイ原油ですね。この茶色のチャートですけど直近下落してきてますとで、主にはこの原油価格が下落していることで利益が押し下がったと。というかまあまあ厳密に言うとこれまでが良すぎたって感じなんですけどで、同価格に関しては上昇しててそれも下落してきてたんですけど直近でまだちょっと上がり出してきてるという感じですね。で、こういった要因で業績変わりますよっていうのはね覚えておいたらいいんじゃないかなと思います。エネルギー事業の利益面ですね。 こ影響を見ても、基本的にはもう石油製品ですね。ここで大きく影響を食らってます。あと石油化学製品ですね。ここもマイナスで、電力もマイナス、素材はややプラスということで、エネルギー事業全体としては763個へのマイナスで実績着地しております。石油天然ガス開発事業に関しては、資源価格が上昇していると、あと円安っていう為替ね。これの影響でプラスになってます。で金属事業に関しては、同価格が下落しているということで、そこの分で ややマイナスですねで。今後の見通しというところに関して2022年度通勤見通しですねやや修正してますね11月公表からドバイ原油は96ドル予想だったものが92ドル予想で4円マイナスなので異は4%同価格に関しては上昇してくる4%プラス予想ですねで為替レートに関しては135円で見通ししているので1%減だからここの予想から実際の価格がどう動いているかっていうね ちょっと複雑ですね、なかなか予想が難しい銘柄ですね。2022年度の通期見通しですねで。下方修正発表しておりますけれども、基本的には油の価格が下落しているということを受けて、 業績はあんまり伸びない。んじゃないかというねそういうういいい予想になっておりますはい、ということで、なかなかこういろんなものの価格の影響を受けるので、業績見通しって本当に難しいですし、いい時はいいし、還元ちゃんとやるけど、やっぱなかなかね、その油価格だとかドル円だとか、そういうの見通し立てにくいんで、悪い時はすいませんという、まあ、ただ、頑張って配当は出す方針ってことなんで、配当狙い、自社株買い狙いの人は、株主還元はね、しっかりやってくる銘柄って っていうそういう認識じゃないかなと思います。 あと、インペックスも決算発表を機能してまして、現役予想で開示してるんですけど、増配しっかりかましてきてるということでね、配当利回り4.59%ですね。このあたりまた深掘りできそうであれば、またやろうかなと思ってます。はい。ということで、振り返りは以上となるんですけれども、株婚コンイン名古屋決定しております。3月18日、18時からやります。恋人いない独身限定イベントですね。毎回50人から100人ぐらい応募あります。で、ちなみに今募集中なんですけど、女性足りてないんで、今これを見ている名古屋 付近に住んでいる独身で彼氏がいない。そこのあなたぜひ概要欄から応募してください。はい、ということで、今後も彼女は株式の社長の発信負け。杉原社長0108以上。